次、神田川聞きたいんですけど。好きや。神田川わかる気がする。集中してる。なんで？はい、じゃあ続いて、本当は腕の中
ついている。それを母親が優しく包んでいる。本当は夢だ。本当は夢の中。注意して聴いてください。行きます。この後盛大な方たちが出てくださるそうで、どんなね盛大な方たちってね、どんな人なのかすごく楽しみなんですけどね。じゃあ軽くインタビューしましょうね。はいね、瞑想の成果はいかがでしたでしょうか。いやー、瞑想の成果は出ます。出たかどうかはよくわかりませんが、楽しかったです。いや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 、ね、もうね、本当に1曲目からね、殴られたり、2曲目で撃たれたり、はい、ね、3曲目で蹴ったりなんて、ね、大変なことだったんですけどね。さあ、何かね、これから一曲最後ですね、これは知っておりほしいことがあります。まあ、これからもいじっていってください。というわけでね、結局は殴られたいよりもいじられたい男でしたということで、ね、言っておきたいことはよろしいでしょうか。はい、はい、というわけで以上、チョキでした。